るところに兄と弟が一緒に住んでおった。兄は村でも評判の強欲なだけの怠け者で、先祖から受け継いだ立派な広い田や畑は働き者の弟に手入れさせ守ってもらっていたのじゃった。ある時働き者の弟は女房をもらうと家を出て小屋を建て、女房と二人で荒れ地を耕し始めた。兄が弟夫婦に田や畑を分け与えず、また貸してさえくれなかったからじゃが、荒れ地に新しい田や畑を作るのはなかなか容易なことではなかった。冬になると蓄え物もなくなり、年越しの晩にはもう一粒の米もなかった。あんた、兄やんから米借りることはできんの？こんな時じゃで頼めば嫌とは言うまいが、馬ならわら食っても働けるに、わしらは馬のように働いてもわらは食えんもんな。あは弟は兄の家へ行き、米を一升貸してくれと頼んでみた。米一升なんてとんでもねえ、いちごだってダメだ。兄は弟に米を貸さなかった。今まで散々弟の世話になっていながら、弟が食べるものにもこと書いているというのに、知らん顔とはひどい兄やんもあったもんじゃ。正月は水飲んで過ごさにゃならん。困ったのう、ん、寒答えるのちくしょう。だいぶ腹減らしとるようじゃな。麦まんじゅうあるが食うか？それとも食わずにいいお正月と取り替えっこしてみるか？いいお正月？この麦まんじゅうを持ってあそこに見える森のお堂に行ってみ。そのお堂の後ろに穴があってな、その中に住む連中がお前さんの麦まんじゅうきっと欲しがるから、石臼となら変えてもいいと言うんじゃよ。そうすればいい正月が迎えられる。そうおじいさんに教えられて、弟は麦まんじゅうをもらい穴の中へ入っていった。誰だか来たぞ。誰じゃ誰じゃ。麦まんじゅう持ってる。麦まんじゅう持ってる。麦まんじゅう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 。あ、麦まんじゅう。麦まんじゅう。これを変えてくれ。変えてくれ。これと変えてくれ。これと変えてくれ。これと変えてくれ。麦まんじゅう。これと変えてくれ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 。麦まんじゅう。これと変えてくれ。まあ、待ってくれ。麦まんじゅうと取り替えてくれろと言うて、弟の前に黄金がどっさりと積まれた。ダメじゃダメじゃ、この麦まんじゅうは金や物には変えられん。ただただ石臼となら変えてやる。それはあっという間の出来事じゃった。小人たちがわっと現れ、いい正月じゃと言うたきり、あとは何にもなかった。ただ弟の手に石の引き臼だけが残った。その石臼がいい正月なのじゃよ。え？その石臼を右に回せば思うもんが出放題に出てくる。左に回せば止まる。なあ、いい正月になるじゃろ。
おかえり、あんた米借りられた？そうじゃ、米じゃ、米じゃ、米、米、米。出た、米じゃ、米じゃ、米じゃ。次は鮭じゃ。鮭、鮭じゃ、鮭じゃ、鮭じゃ。次は馬じゃ、馬、馬を出してみるぞ。馬、馬、馬。うわあ、あんた、うちが壊れた。うわ、うわ。家、家じゃ。うわ、長者殿のような家じゃ。家、家、家。元旦、弟は一夜にして長者丼のようになっておった。弟は村人たちを集めてごちそうを出してお祝いをした。酒もごちそうもいくらでもあるで、大いに正月を祝ってくだされや。兄の足を差し置いて村一番の長者になるなんて面白くねえ。なして長者になったか、そいつが知りて。祝いは一日中続いた。そして日が西に傾く頃、弟は村の衆にお土産をやろうとそっと広間を抜け出し、影部屋で石臼を回した。おかしい、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 おかしい。その様子を盗み見ていた兄は、客が帰り弟夫婦がぐっすり寝込んだ真夜中に、そっと部屋に忍び込み石臼を盗み出した。兄は人目を避け浜から船を漕ぎ出した。先祖代々住んできた土地から兄は逃げ出したのじゃった。このままよその土地へ逃げれば、おら長者様じゃ。この石臼さえあれば、おら恐ろしいほどの長者様になれるぞ。やった、やった。おらなんて運がいいんじゃ。ところで、朝から甘いものばかり食っていた兄はしょっぱいものが食べたくなってきた。一つ試してみるか。塩出ろ、塩じゃ、塩、塩、うっ、塩。おおお、出た。さっぱりした。よし、元気が出たぞ。もうひと踏ん張りじゃ。もうええ、止まれ。塩はもうええんじゃよ。あれ、どうしたんじゃ。塩はもうええんじゃよ。塩はもうええと言うとるんだ。あれ、これどうしたら止まるんだ。塩はもうええ、塩はもういらん、塩はもういらん、塩はもういらんと言うとるんじゃ。塩止まれ、塩止まれ、塩。石臼の止め方を知らない兄は、
船もろともに海の底へと沈んでいった。今でも海の底には石臼が沈んでおった。石臼を左へ回して潮を止める者も誰もおらん。それで石臼は今でも潮を出し続けておった。海の水が塩っ辛いのはそのためじゃそうな。